すごい衝撃だったんですけど、今回のショーケースで活動休止を発表したそうです。だからしばらくこの今からやるショーケースしばらく見れない。まあつまりまあプラスに捉えたら今皆さんいるのがラッキーってことです。お分かり？ん？ちょっと耳悪い人黙っといて。しっかり聞こうか。 OK！ もう余計な言葉はいらないと思います。スカイボーンズの最高のショーケースをトップでかましていただき、いただきたいと思います。スカイボーンズの登場、大きな拍手。みんな拍手をありがとう。さあちょっとせっかくだから話聞こうかなね。なんかガチもそうだけどあれだね、プレイしてない時普通の子だもんね。え、何年生何年生何年生？小6です。小6です。あ、小 6？ 全員小6、中1、小6。あ、なるほどね。小6ってそんなもんだっけ。俺もちょっと大きいイメージがあった。あ、ごめんごめん、なんか振り手もだな、ごめんな。え、ちなみに俺これも触れていい話かわかんないけど、なんでこうスカイボーンズ一回休止になっちゃったの？なんか、コウヘイくんが部活をやるので今日で。部活っていうのはバスケの部活？ああ、なるほどね。そっかそっかそっか。でもね、またスカイボーンズじゃなくてもこうみんながバスケ好きで頑張ってどっかでまた見れたらいいなと俺は思います。じゃあとりあえずね、スカイボーンズにお疲れ様でしたぞ、これからもみんな頑張ってくださいの大きな拍手を入れてください。
い、じゃあ次に行きましょうでなんですけど、実はね、昨日キッズバトル優勝したようくん、手挙げて OK、前に出て。実はね、今回このバックトゥーペックでスポンサーについていただいている K クラウトさん、知ってる？あのボールホルダー、あそこに飾ってあったんですけど、あの奥の部屋ね、その K クラウトさんがりょうくんのパフォーマンスすげえ感動したんですけど、本当は何もないんだけど、その K クラウトさんから景品を授与したいということで今日申し出をいただいたので、せっかくなんで K クラウトさん上がってきてください、お願いします。あれ見えます？あのレザーでできたボールホルダーなんですけど、ちょっと一言いただいても大丈夫ですか？これですね、私の孫の一言で、じじそのかっこいいね、ボールホルダー作ってくれないかっていうことで、そこからちょっともらえたもんなのですね、これをしばらく作って、皆さんにまた贈呈していきたいと思います。よろしくお願いします。で今ね、僕チラッと見えたんですけど、それに名前入ってるんですか、ようって。おわ、よかったじゃん。じゃあどうぞ、優勝したようくんに差し上げてください。先ほどちょっとお名前聞きましたんで、早速ここに国民がネームが入っております。今日の日付と入っております。というわけです。じゃあ改めておめでとうございます。拍手、大きな拍手をください、ください、ください、どうぞ。よーくん含めスカイボーンズ、または K クラフトさんにもう一度大きな拍手でご退場お願いします。ありがとうございました。